マウントレール軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7673人であり、2000年の6631人から15.7%増加した。軍庁所在地はスタンレー市であり、同軍で人口最大の自治体はニュータウン市である。マウントレール軍は まず1873年にダコタ準州議会が創設したが、軍域は今日のものとは異なり、ミズーリ側からカナダとの国境にまで広がっていた。1889年にノースダコタが州に昇格した時まで軍として残っていたが、1892年にノースダコタ衆議会が隣接するウォード軍に全領域を含ませることを承認したために、一旦廃止された。 1908年11月3日に、ウォード軍で行われた一般選挙で、異なる領域でマウントレール軍を再設立するかという議案が問われた。その投票結果は、賛成4207票対反対4024票となり、軍設立に賛成となったが、ノースダコタ州県事総長が、州都務長官に投票結果の有効性について訴訟を行い、 1909年に、ノースダコタ州最高裁判所が投票結果を確認するまで、軍の設立は先延ばしされた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1941平方マイルであり、このうち陸地は1824平方マイル、水域は117平方マイルで、水域率は6.04%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。バーク軍の主要経済は農業と石油である。ノースダコタ州西部の軍と同様にウィリストンボンチのバーケン地層が露出しており、石油の埋蔵が見込まれている。中、ノースダコタ州の法人化された自治体はその大きさによらず全て地になる。ありがとうございます。